大谷翔平50/50達成まであと3本。これいけるの？確率で言うと 40% くらい。80% だろ。50/50 やな。結構ギリギリだな。あと何試合あんの？残り16試合しかないよ。オーディエンス。打者に専念できる今シーズン中に記録を作っておいた方がいい。ジャッジも全然ホームラン出てないから抜かすかもな。メジャーで盗塁数全体2位だよ。大谷さんありがとう。正直大谷ドジャース行って打てなくなると思ってた。継続して活躍するのってほんと難しいし、トリプルファイブってのは無理なのか。本塁打王&打点王&盗塁40以上は100年以上前にも起こらなかった異常事態。1番や2番打ってて打点王はすごい。これで投手もできるっていかれてるだろ。何がすごいって去年は投手としても10勝完封勝利してるからな。ここまで来ると漫画の域すら超えてるよ。大谷すごすぎる。マジで50/50行くのか。行くんじゃね。打率5割でトリプル50だよな。楽勝だよ。このチャンネルでは南 J でのプロ野球やメジャーリーグなど、最新ニュース、注目を集めている話題をまとめています。頑張って更新しますのでお見逃しのないよう、よかったらチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。高評価もいただけましたらとても励みになります。最後までご視聴いただきありがとうございました。